大久保義人大久保義人とは、福岡県京都郡神奈町出身のプロサッカー選手。元日本代表、J リーグセレッソ、大阪所属。ポジションは主にフォワード。史上初の3年連続 J リーグ得点王であり、J1 通算最多得点記録保持者。幼少時は、父親が購入した、ペレや、ディエゴマラドーナのビデオを繰り返し見たり、 父親と一緒に釣りに行ったり野球に親しんでいた。小学校3年時に神田サッカースポーツ少年団に入団し、本格的にサッカーを始める。当初はストッパーの位置でプレーしていたが、小学校6年時より FW の位置でプレーするようになった。1994年には U-12、福岡県選抜チームに選出された一方で、陸上競技にも取り組み、 全国小学生陸上競技交流大会に出場したほか、鹿島アントラーズと横浜マリノスとの試合の前座で、北九州市選抜チームの一員として、福岡県の別のチームと対戦した際に個得点を挙げ、鹿島サポーターから大久保コールを受けるという経験もした。三浦厚弘や長井厚史を要して1992年度の全国高校サッカー選手権を制した。 長崎県立国見高校に憧れ、小学校卒業後に長崎県へ渡り国見町立国見中学校に入学。国見高校のサッカー武装監督であった小峰忠都氏が中高一貫でサッカーの指導をするために作った小峰アカデミースクールに入る。国見中学校では2、3年とも全国大会ベスト8に入り、 U-15 長崎県選抜チームに選出された。1998年、国見高校に進学。2年生でレギュラーを獲得し、3年時の2000年、松橋翔太らと共にインターハイ、国体、選手権を優勝し、高校3冠を達成した。ドリブル、パス、シュートを高いレベルで剣備し、インターハイでは10得点。 高校選手権では8得点を挙げてそれぞれ大会得点王を獲得した。天皇杯全日本サッカー選手権大会には、長崎県代表として2年次3年次の2度、出場したほか、U-19 日本代表に選出されて、AFC ユース選手権2 0 0にも出場した。複数の J クラブによる争奪戦が展開されたがコミネからは、セレッソ、大阪かアビスパ福岡を勧められ、 2001年に、目標の森島弘明が在籍する c e 大坂に加入。同年3月17日に J1 ファースト第2節、浦和レッドダイヤモンズ戦に途中出場し、J リーグデビューを果たす。ナビスコカップ1回戦10ビロ岩田戦の先制点が、プロ初得点。ファースト第5節岩田戦で、リーグ戦初得点を挙げたが、前半32分に、 田中誠との口論の末に両者にレッドカードが提示され退場処分を受けた。田中とはその後 J リーグアウォーズの場で和解している。その後、左三角人体損傷によって同年開催のワールドユース出場を逃し、リハビリ中の筋力トレーニングでキレを失ったこともあってリーグ戦も大半が途中出場で数年に得点に止まった。同年末、新大阪は 総合成績で16位となり、J2 へ降格したが、高校時の恩師、小峰屋先輩に相談を仰いだ上で、C 大阪残留を選択した。2002年は、J2 第3節湘南ベルマール戦の2得点で、自信を取り戻すと、校長を維持して29試合に出場し、アルビレックス新潟のマルクスに次ぐ得点ランキング2位の18得点を、 記録して1年での J1 復帰の原動力となった。また、アテネオリンピックに向けた日本代表に選出。2003年の J1 では、通年で合計24試合に出場し、日本人最多得点となる16得点を挙げたほか、史上最多得票でオールスターに選出され、同年末には AFC 選出のアジア年間最優秀ユース選手賞を受賞した。 U-22 代表として活躍する傍ら、同代表の石川直弘及び松井大輔と共に、ジーコ引きるフル代表にも招集され、5月31日に行われた韓国との国際親善試合に65分から、鈴木孝之との交代で出場。国際 A マッチデビューを飾り、同年の国際 A マッチ出場は14試合を数えた。 2004年の J1 は22試合出場15得点。セカンド第5節では苦手としていた、ジェフユナイテッド市原戦でプロイリアと初のハットトリックを記録した。また、同年3月まで開催されていた、アテネオリンピックアジア地区予選では2戦連続、得点でチームの窮地を救い、7月に U-23 日本代表として、アテネオリンピック本大会に出場した。 同大会では1勝2敗で、グループステージ敗退となったが、個人としては3試合に先発出場し、パラグアイ戦では81分に、ガーナ戦では37分に決勝点となるゴールを、それぞれ挙げた。オリンピックで活躍が、きっかけとなり、2004年11月に、リーガーエスパニョーラ所属の RCD マヨルカへ、期限付き移籍が決定。監督のエクトル・クペルからの評価は、 好意的で選手登録が解禁された直後の2005年1月10日第18節でポルティー・ボラ・コルーニャ戦で初出場。ルイス・ガルシアの得点をアシストし自身も1得点を挙げる高デビューを飾ったがそのデビュー戦で負傷した影響で戦線離脱すると復帰後も出場機会は限られた。 しかし残留争いが過強となった終盤戦には、控えとなったガルシアに代わって、先発出場し、第36節アスレティックビルバオ戦及び、第37節デポルティーボラ・コルーニャ戦で、それぞれ1得点ずつ上げたほか、2アシストと PK 獲得の活躍で、マヨルカの奇跡的とも言える一部残留に貢献した。シーズン終了後、UEFA 選出スペインリーグ、 若手ベストイレブンを受賞。マヨルカからの評価は高く、新大阪との移籍期間延長交渉を経て2005から06シーズンもクラブに残留。しかし同シーズンは途中出場が大半で、シーズン途中に監督に就任したグレゴリオ・マンサーの体制下でのさらなる出場機会源に危機感を抱き移籍を決意。移籍期間満了後に移籍が決定した。 スペインでの通算成績は39試合後得点、6アシスト。後に不遇を囲ったことでより良いプレイスタイルを考えることができたと実感している。オリンピック以後も継続的にフル代表に招集されていたが、得点を上げられないまま2005年10月のヨーロッパ遠征を最後に招集されなくなり、2006年のワールドカップ出場を逃した。結局、G ー体成果では、 無得点に終わった。2006年6月、セレッソ大阪へ復帰。低迷するチームを救うべく、登録直後から出場を続けたものの6戦無得点。復帰後7戦目の京都パープルサンガ戦で2得点を挙げ、その後はチームと共に復調を見せたが、最終順位は17位となり、J2 へ降格した。2007年1月、急遽ビッセル神戸からのオファーが報じられ、 遺跡金3億円で同クラブへ完全一席。同年は三浦敦弘の負傷もあり、監督の松田博史に自ら進言して、左ウィングバックでプレー。このコンバートによって、チームのことを考えてプレーできるようになったと、10回している。首相にも就任し、精神面、技術面でチームを牽引。リーグ戦では14得点を挙げた。 2007年8月にはカメルーンとの国際親善試合で約1年10ヶ月ぶりに日本代表に復帰。10月に行われたエジプトとの親善試合で1試合2得点を挙げ、国際 A マッチ出場21試合目、初選出から4年越しでの初ゴールを記録した。以後、2010年のワールドカップを目指す日本代表の主力に定着。 2008年開催のオリンピックには選出されなかった。2008年は開幕前のワールドカップ予選、対戦で貴重な勝ち越しゴールを挙げる活躍もあったが、同時に右膝半月板損傷を負った。3月のワールドカップ予選選出も危ぶまれたものの、2節、川崎戦で先月復帰し、1ゴールにアシストの活躍を見せ、代表追加招集が発表された。 6月のオマーン戦で、相手 GK アリ・アルハブ氏と接触した際、アルハブ氏を蹴る一発退場を受け、残りの予選3試合は出場停止処分となった。また、ソリマチコウジ率いる北京オリンピックに、応援枠での選出の噂もあったが、破断している。チームにおいては、より多くのボールを受けるべく、シーズン当初の FW から再び左 MF へ、ポジションを変更し、けん引。 二年連続の二桁得点を達成した。ブンデスリーガ VFL ボルフスブルク監督のフェリックス、マガトの強い希望により、2009年1月に同クラブへ完全移籍。移籍金交渉は難航したが、移籍を望んだ本人の意向に沿う形で、神戸側が最終的に譲歩し、推定2億5000万円で合意。オーバーヘッドシュートを放ったことが理由でマガトの怒りを買って、 ベンチ入りメンバーから外されるという経験もしたが、ドイツのサッカーになれるに従い、相手選手に体をぶつけられても倒れることなく、ドリブルで進めるまでになった。この経験について、大久保自身は、取材に対し、試合に出れなくて、まあ、いいや、って思ったら、もう終わりよ。サッカー選手をやっている以上は、出たい、出たい、って感じで練習もするやんというコメントを残している。 2008から9年度シーズンにおいて、長谷部誠と共に、クラブ史上初となる、ドイツ国内主要サッカー大会初優勝達成を、経験したが、大久保自身は、ポジションの重なるグラフィッチやエディンジェコが好調で彼ら、大柄な選手に合わせたサッカーが展開されていたことも、あって、出場機会は乏しかった。自身を評価するマガトの退任とワールドカップ出場を、 ミスエ、1シーズンでの移籍を決断。2009年6月、ビッセル神戸へ復帰。シーズン終盤は2008年から、オフなしで試合をこなしていた影響でスタメンを外れる。試合もあったが、シーズン途中加入で、チームトップタイの8得点を挙げた。2010年は、開幕前の東アジアサッカー選手権の韓国戦で、左膝内側即副人体損傷の負傷で、 全治6週間と診断されるが、リーグ開幕戦は膝に包帯を巻いて出場。4月には、尾骨骨折に見舞われるなど、ワールドカップメンバー入りに暗雲が垂れ込めていたが、2010年5月10日、ワールドカップ、南アフリカ大会に臨む代表メンバーに選出された。強化試合として行われた、韓国戦、イングランド戦、コートジボワール戦に出場し、本大会では、 グループリーグ3試合と決勝トーナメント1回戦に左サイドハーフとして先発出場し攻守に奔走する献身的プレーで日本の2大会ぶりとなる決勝トーナメント進出に貢献した帰国後も最前線で起用されゴールを挙げていたものの14節湘南戦で自身の著書でもう試合終盤かと思ったらまだ前半2分だったと語るほどの極度の疲労に襲われる その後、燃えつき症候群を発症。ワールドカップ期間中に痛めた左膝の手術も行い長期離脱。その後も筋肉系の故障を多発。チームの守備的な戦いも影響し、リーグ戦は通年で17試合4得点に終わった。2011年は細かい怪我はあったものの大きな離脱はなく、リーグ戦30試合出場9得点を挙げた。 J1 第20節浦和戦で J リーグ通算100得点を記録。移籍の噂もあったもののクラブとの契約を延長した。2012年は自身の希望もあり、背番号を C 大阪在籍時代の12変更。近年見せていた中盤でのプレーでなく、得点への注力を希望し、開幕戦のガンバ大阪戦では FW で起用されに得点を挙げるなど序盤は、 好調ぶりを見せていた。しかし、新加入選手が多くチーム戦術や、共通意識が定まらずに、中盤に下がらざるを得ない状態となって、ゴールから遠ざかり、第7節柏レーソル戦で負傷。2週間ほどで復帰したが、以降はコンディションが上がらず、リーグ戦26試合4得点と定調に終わり、クラブも降格した。契約期間を1年残しており、 神戸に残留するつもりでいたが、最初の契約交渉時に態度を保留したところ、クラブからの遺留はなく、移籍を進められ、本年限りでの対談を余儀なくされた。2013年、熱心なオファーのあった川崎フロンターレ2年契約で、完全移籍。川崎では、自身の役割が得点に特化されたことにより、無駄なファールやスタミナの消耗も減って、本領を発揮。 シュート精度も向上して、多彩な得点パターンで、相手 DF を脅かし、第16節浦和戦で J、J1 通算100得点を達成。その後も岩田戦、大分取りにータた戦など終了直前に決勝点を上げる試合も多く、チームを牽引。自己最多の26得点を記録し、得点王に輝いた。日本代表には2012年2月のアイスランド戦、 以来招集されていなかったが、2013年以来の校長が持続していたことや FW、柿谷陽一郎や MF、香川真司の不調もあって、2014年5月12日にワールドカップブラジル大会の日本代表にサプライズ選出された。翌6月の新前試合ザンビア戦では、2008年以来となる国際 A マッチでの得点を記録した。 多様な能力を兼備するオールラウンダーでありポジションは、どこでもできるとの自身の言葉通り、FW、トップ下、両、サイドハーフで構想され、チームを活性化させたものの、本大会では途中出場の第1戦コートジボワール戦、右サイドハーフで先発し決定機を外した。第2戦ギリシャ戦及び第3戦コロンビア戦のいずれも得点できず、グループリーグで敗退した。 J リーグでは、昨季の得点王として強いプレッシャーを感じながらも、得点量産を続け、同年9月の J1 第25節、大宮 RD ャ戦で、C 大阪在籍時以来となる10年ぶり2度目のハットトリックを達成。第25節でのハットトリックは、J リーグ創設以来最遅。通年では18得点を挙げ2年連続の得点王を獲得。 単独での2年連続得点王は J リーグ開幕以来初となった。なお、同年8月30日の J1 第22節、名古屋グランパス戦でカルビーの広告看板を蹴って損壊させたことで2試合の出場停止処分を受けている。FC 東京からのオファー等があったもののも契約を更新し、川崎に残留。2015年。 ファースト第7節バンフォーレ甲府戦で J1 通算139得点目を挙げて、三浦和義の持つ記録に並び、同第9節 FC 東京戦で140得点目を挙げて、単独4位となった。ゴールパフォーマンスでは、カズダンスを披露した。同年9月、セカンド第11節名古屋戦にて、自身3度目となる、ハットトリック及び J リーグ史上4人目となる、 通算150得点を記録。通年では23得点を挙げ、J リーグ史上初の3年連続得点王を獲得し日本屈指のストライカーとして、名を馳せた。2016年もゴールへの嗅覚はさえ、ファースト第3節名古屋戦で、J1 歴代最多体の通算158得点を挙げ、同路節サガントス戦で J1 新記録159得点目を記録。 通年ではリーグ戦33試合に出場。4年連続の得点をこそのしたが日本人選手最多タイとなる15得点を記録した。周囲からは攻撃的サッカーの中で活躍を続けていたように見られていたが、大久保自身は同年のチームはミスを怖がり縦パスを狙えなくなってしまったと感じており変化を求めていた。同年末の契約満了に伴い、 川崎からの移流も含めて、複数クラブによる争奪戦が展開された。なお、同年開催のオリンピックには選出されなかった。FC 東京からの2年ぶりの再オファーに熱意を感じ、2017年に同クラブへ完全一席。3月18日、第4節の川崎フロンターレ戦では、古巣からゴールを奪って移籍後初得点を決めた。シーズン半ばに監督。 シノダヨシユキが解任されると、新監督のアンマタカヨシのもとでは、シャドウとしてプレーする機会が増えた。この起用について、アンマはラストパスを出せるのがヨシとしかいないと語っている。最終的に J1 リーグ戦28試合出場、8得点を記録した。2018年、川崎から復帰オファーを受け、1年で同クラブに完全遺跡で復帰した。 名古屋戦と鹿島戦では、得点を挙げるも復帰後はレギュラーではなく途中出場が多かった。ロシア W 杯によるリーグ戦中断期間中の6月、得点力不足解消のため大久保に白羽の矢を立てたジュビロ岩田監督の七海博史から獲得のラブコールを受ける。5月5日の FC 東京戦以降は登録メンバーから外れることが多くなり、引退を考え出していた。 大久保自身も、もう一度輝きたいという思いから岩田への移籍を決断。2018年6月26日、両クラブを通じて、完全移籍が発表され、背番号は22に決定。同年8月19日、J1 第23節、対柏レイソル戦で移籍後初得点を挙げた。この得点により、佐藤久人に次いで、史上2人目となる。 J リーグ通算200得点を達成した。さらにその試合で通算100枚目のイエローカードをもらっており、試合後に監督の七ナ海ナから大久保が200ゴール、そして100枚目のイエローカードと非常にメモリアルなゲームになったと思っていますとネタにされている。J1 第34節、古巣の川崎と対戦では、後半33分に松本雅也のクロスをヘッドで叩き込み、 先制点を挙げた。しかし岩田が後半38分、後半90プラス4分に失点し1から2で敗れたため最終順位が16位となり J13 入プレイオフに回った。2019年シーズンは J123200 得点を目標に開幕戦から第7節までスタメン出場するも得点は決められず徐々に出場機会が減少。第十六節には 七海博が監督を辞任し、その後も鈴木秀とフェルナンド・フベロと相次いで監督が交代する事態となったが、出場機会は増えなかった。11月30日に行われた第33節の名古屋戦では、負ければ降格が決まる中でシーズン初ゴールとなる決勝ゴールを決めた。しかし、残留を争っていた湘南が勝利したため、チームは降格となった。 プロキャリアでワーストとなる一得点でシーズンを終えた。12月12日、契約満了により同シーズン限りでチームを退団することが発表された。2020年 J2 の東京ベルディへ完全一席。出場は19試合となり PK を外すなどチームに得点で貢献することができないまま1年でチームを去ることになった。なおシーズン無得点は自身初となる。 2021年1月9日、15年ぶりとなるセレッソ大阪への復帰が発表された。3月6日、第2節の FC 東京戦では3試合連続ゴールを決める活躍をした。日本最強とも評されたストライカー。フォワードとしてマルチな能力を有するほか、ボランチやサイドハーフとしても高い能力を持つオールラウンドプレイヤーである。 戦術練習でトップした右 MF、左 MF、ボランチを試され、2012年から16年まで川崎で指揮を取った風間八博からは、どこをやっても一番上手いと評されている。川崎隕石後にシュート精度を向上させ、2013年から3年連続で得点王を獲得している。ペナルティーキックを得意とする。大久保曰く PK は、 めちゃくちゃ緊張するので、嫌いとのことだが、得点で勝利に貢献したいという気持ちから、キッカーを、務めている。J123100 得点目も、中村健吾が獲得した PK を決めている。PK 時のリラックス法は、外すことを考えること。久保達彦からは、一緒にやった FW で一番すごいと思ったのが、ヨシトでした。猫っていうか、チーターっていうか、 体の使い方がうまいと評されている。特典王、ありがとうございます。